この口の部分は大きな顎にやってます。これがまあ口なんですけど、でさらにこの口の根元の部分っていうのはブラシみたいな毛が生えてますね。あら、すごいですね。これ何の爪かわかりますか？はーい、これはですね、日本の北海道にもいるヒグマの剥製の爪でした。はい、私が座ってですね、ここにこう望遠鏡が見えるかと思いますけれども、このようなですね、口径50センチ、まあ、直径がですね50センチの鏡で光を集めて、天体を覗く反射式望遠鏡が設置されています。オオスズメバチの口はこういうふうに、見えますかね。大きな顎がついていて、目はすごい顔怖いですね。クラカケアザラシも鼻があって目があって、その後ろを見てみてもオットセイのような耳介はありません。はい。なので今度からアシカ科とアザラシ科はこの耳介でまず区別してみると一番最初は分かりやすいと思います。右側の明るいところ、こちらはですね、まあ、月っていうのは太陽の光を反射して光ってるわけですけども、太陽の光が当たっている、昼間の部分になります。で左側の、欠けてる部分ですね、欠けてる部分は太陽の光が当たってない夜の部分で、ちょうど今見ている、境目のところ、欠け際のところはちょうど太陽の光が当たり始めた、月面上で朝を迎えている場所に当たります。わかりますかね。目がですね、こう横にひょーっと伸びてる、これ種目映え。種目っていうのは鐘を叩くなんかこう杖、ハンマーみたいなの種目っていうんですけど、ハンマーヘッド、種目ザメって皆さん知ってますかね。あれと同じように目がこう横に伸びてる、こんなハエがですねいたりもします。で海牛目は実は系統的にはアフリカが起源であるというふうに言われてます。はい、そういうのアフロテリアって言いますけれども、アフリカ十条目という名前がついてます。ちょっと難しいですけどね。まあ、これが地面についた瞬間に弾丸を発射して、その弾丸で飛び散ったかけらをこの中にこうヒューッと取り込むんですけども、その取り込まれた粒子が最後はここのカプセルの中にしまわれてですね、この部分が最後地球上空で切り離されて、地球のですねオーストラリアの方に、突入してきて、来て回収がされたわけです。皆さん実はこの絵の中に昆虫が描かれているの、もう一匹描かれているの見えてますか？画面の汚れかと思ってこの辺りなんかゴミみたいについてるように見えてるかもしれませんが、これが最小クラスで描いた絵でして、昆虫1センチでもまだまだ大きい方で、最小では髪の毛よりも細い 0.2 ミリ以下のものも見つかっています。で特に剥製で分かりやすいのはラッコの毛皮は動物界一の密度を誇ると言われています。いいですか？じゃあどれぐらい密度が多いんですかっていうと、我々こう髪の毛ありますね、この髪の毛の全部の総数がラッコのこんなちっちゃい平方センチメートル、1平方センチメートルに全部生えてしまうぐらいの密度なんだそうです。最初に言いましたけどね、炭素や水がたくさん含まれてるらしいっていうような地上からの観測をもとに、まあ、はやぶさ2が、まあ、ここを目標天体として向かったわけですけども、実際に向かってみたらですね、このような写真を撮ったら、あ、このようなそろばん玉のような形をしていて、しかもですね、思ったよりも糸川みたいにもうちょっとこう砂地があるかなと思ったら、石ころだらけだった、岩だらけだったということが判明したわけです。でその後この卵から孵化した幼虫が植物の中でかじり始めますね。するとその唾液に含まれる成分が植物に働きかけるなどして植物が操られて、異常な成長を遂げます。そしてできるのがこの虫コブと呼ばれるものです。あたかもですね、何もなかったところにこのコブが生えてくるような感じで虫コブというのは作られます。
耳介があるのとないのでは耳の聞こえに違いがあるのでしょうかっていうのと、それもあと耳介、ね、がないのは耳がないということですかっていうご質問もいただいてます。それもとてもいい質問なんですけれども、アザラシなどは耳の穴から水が入らないんですかというご質問です。こんな質問もありました。先生は宇宙人はいると思いますかというご質問です。昆虫も寝ますかというご質問が来ています。ですね、寝るっていうのをどう捉えるかなんですけど、タマバチは刺すことがありますかというご質問結構多数いただいていました。剥製でポーズがついているものなどはどうやって取らせているんですかというご質問いただいてます。そうですね、続いてはやぶさ3の計画はあるんでしょうかというご質問たくさん寄せられていました。カメムシはなんで臭い液を出すんですかというご質問。なるほど。オスのクジラはどのようにメスにアプローチするのですかというご質問をいただいてます。タマバチが抜けた後の虫こぶはどうなるのですかというご質問をいただいてます。はい、望遠鏡で月以外の今の天体を見たいというリクエストがいくつか来ていまして、お見せいただくこと可能でしょうか。今見られる惑星があれば。